です。ゆうちゃんです。のぞみです。りなです。よろしくお願いします。火曜日、しゃべちゃん10万人突破いたしました。はい、半年ぐらいで10万人ですよ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな企画やってきましたけど、うん、これめっちゃなんか印象残ってるみたいなのやってて、自分たちがこれ楽しかった、まあ、夏は結構外でさ、ね、ったのビーチで撮ったのは、ね、あったね、おもろかった。でもその時まだ5万人突破してないからね。え、そうだったっけ。だって5万人突破の時に相撲の話とかをもう一回したってことは、それより後やから。あ、何がきっかけなんだと思う。でもくすぐりとか、あと初期のね、あの、うん、たの触って、めちゃめちゃコメント来てるよね。なんかみんなくすぐられてそんな好きなのかな、くすぐりって。なんかこれやってほしいみたいなのがあればぜひね、皆さん言ってください、コメントで。できる限りね、いろいろ挑戦してみたいなとは思ってるんですけど、はい、しかも今回この10万人行くと、なんかもらえるんやろ。そう、そう。何がもらえるんですか。あの、なんか盾みたいなのが、銀の盾っていうのがもらえる。金じゃないの。金じゃない。100万人。あ、すごい。今回10万人突破するとさ、12都市ワンマンツアーっていうのをさ、うん、開催しますっていうのを言ってて、はい、それも開催できることが決定したってことやもんね、今。そうだよ、やったー、見てるね。あと、あれ、東京まで来れない方の都市も行けるかもしれない、はい、全国12都市なんで、はい、しかも、この12都市ツアーを開催するかせえへんかっていうのが、この10万人突破できるかどうかにかかってたよ。でももう、スタッフは会場を抑えてます次の目標みたいなのなんか決めよう、またなんか100万人とかでもいいけど、ちょっと遠いじゃん。確かにね、まあ、1回ね、1回ちょっと小目標じゃないけど、そういうまた半年後の目標みたいなやつ作りたいよね。半年、半年か、まあ、半年ぐらい、半年で10万人そうだね。また半年で20とか、もっといける、いきそうだよね。てかそういう、もう5年でいっちゃうじゃないですか。5年うちらの年齢がやばすぎるからね。5年後30歳のくすぐり見たい。いい味出せますね。いい味出せますね。ちょっとね、気になる。気になる。10万ですよ、20、うん、まあ、また半年後に20、ね、25ぐらい行きたい、ね。そうね、ちょっと跳ねたい。大きいとこでもイベントとかしたいね。そうだね、みんなが集まったっていうのがザッと見える、うん、ね、あとやっぱりシャーベットのアイドルとしての活動は多いけど、ちょっと YouTuber としての活動みたいなのがなんか増えれば、YouTuber の、そう、人たちが集まってるみたいな。ちょっとね、ライブハウスではない、なんかホールみたいなところにイベントみたいな、うん、そう、うちら盾持ってるんでみたいな感じで別にそれ別にそれ入館証とかじゃない、うちら盾持ってるみたいな。盾持ってる入れないイベントみたいな。いや、そうそうそう。だから YouTuber としてのお仕事依頼なんかもちょっと待ってます、ね、うん、確かに、はい、ぜひ見てる方、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回10万人突破したということで、はい、今回12月25日のクリスマスライブのチケットをプレゼントしたいと思います。おー、プレゼント50名様に今回はプレゼントさせていただいて、さらにチケットプラス私たちのランダムチェキもプレゼントさせていただきます。はい、はい、あの概要欄のところに、はい、あの応募方法載っていますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。